こちらまずご覧ください。私たちがラクキンに登場。もちろん我々声もね撮らせていただいたので、そしてねオリジナルストーリーを配信、コラボストーリーはラクフォロメンバーがフルボイス、白上吹雪さん、紫しゅんさん、星野真里さんの3名、メンバーが考案した固有スキルを習得できるということです。そうスキルがねあるんですよ。ちょっとすごいね素敵なねカットインがありまして、ちょっとねそれもね流す許可をもらってますので、ちょっと一緒に見て行きますか。ちょっと待ってくださいね。ほっ、でかいか、ちょっとこれくらい。コンコンキーズね、ホロライブ所属のバーチャルキツネ、白上吹雪です。おかわいい。トレスターですから、皆さんおサポートキーズね。うおーかわいい。あ、表情も豊か。キングダム白神が力になりますよ。いやちょっとかわいくないか。いやふぶちゃんは安定感あるな、やっぱ。変わんないね、ちゃんとね違う環境になってもふぶちゃんはふぶちゃんらしい。どどん、しおんたん、ホロライブ2期生、魔法使いの紫しおんだよ。ちょっとブリッコしてないじゃんかね。しおんの力見せてあげる。リーグの似合うラクたち。地球割れちゃったよ。ラクガキキングダム、やばい、最強魔法使いってことバレちゃう。ちょっとこれブリッコしてる、もしかして。ね、じゃあちょっと船長のも見てみますか。ちょっと、船長こういう声でしたよね、もともと。じゃあ、行きたいと思います。はい。おぉー、ホロライブ3期生、おっと、宝生海賊団船長の宝生マリンです。声違う。あれ、ホロライブ3期生、ホロライブ3期生、誰じゃない。ホロライブ3期生、王将海賊団船長、ねえ声変なんだけど、どうした、緊張してるのか。俺も君たちだ、君たち、君たち船長の海賊団に入れてあげてもいいですけど。あ、君たちが戦ってる、かっこいい。君たち落書きキングダム、特訓したりさせちゃったりしますよ。特訓したりさせちゃったりしますよ。違くない、違くないです。この日はね、なんかちょっと声の出が、まだ声が出なくて、ちょっと声を出すために頑張って気合い入れすぎてね、こんな声になってしまいました。しまったな、ちょっと。特訓したりさせちゃったりしますよ。なんかすげえ変な声の船長っていうのが、この落書きキングダム内の船長です。マジで声が変。ちょっとよそ行きの声を出しすぎて変な声になっちゃっていました。ですね、で、コラボ情報をね、ちょっとじゃあ3日ずつ。はい、こちらまずご覧ください。